はい、ね、好きな曲とか嫌い、あんまり好きじゃない曲とかね、人によっていろいろだと思うんですけど、この花嫁になる君にっていうのはあんまり好きじゃないんですけど、ちょっとネタが尽きたんでね、あんまり好きじゃない曲もちょっとやってみようと思って、花嫁になる君に。指が触れたらポツンと落ちてしまった、椿の花みたいにおそらく観念したんだな。君はいつものように電話に僕を呼び出し、僕の退屈さを救ってくれる。君はいなくなったのだ。お料理を習うのもなんたら捨てたもんじゃないよ。そちらから電話を切ったから、君はもっと他のことも言おうとしてた。